市の紋章バラーナビチの位置、バラーナビチに記念碑として設置されたソ連時代の中距離弾道ミサイル R-12 ドビナー。バラーナビチはベラルーシ共和国の都市である。ベラルーシ西部のブレスト州に属する。人口は168,200万人。ロシア語名からバラーナビチとも呼ばれる。ベラルーシにおける鉄道交通の要所である。 ミンスクとブレストの中間地点に位置しており、北上してリトアニアのビリニュースにも通じている。資料では1706年に初出。18世紀末、ポーランド分割によってロシア帝国領となった。1870年代より鉄道路線の結節点として重要な役割を果たし、この年でワルシャワ・モスクワ線とビリニュース・リビュー線が交差することになった。 これを契機に人口が増加し、1880年代には約2000人、1890年代以末には約4600人となった。その半数がユダヤ人だと推測される。第一次世界大戦後にポーランド第二共和国が占領し、1919年に都市としての地位を認められた。当時の街の人口は1万1000人ほどであった。 ポーランドに正式に併合された後、商業、工業の発展を背景として、1938年には、ポーランドラジオ局の支局も開設された。この頃には、人口はおよそ3万人にまで達し、周辺地域における最大規模の都市となった。独祖不可侵条約を経て、第二次世界大戦が勃発すると、間もなくポーランド侵攻を行ったソ連軍によって占領された。 その後、1941年の独ソ戦勃発に、伴いナチスドイツによって占領された。ユダヤ人はゲットに押し込められ劣悪な生活環境に置かれ、間もなく各地の強制収容所に連行されて処刑された。1944年7月、町は赤軍に占領された。第二次世界大戦後は、ソビエト連邦内のベラルーシソビエト社会主義共和国に属し、 この時期に、さらなる工業化が推進された。1991年のソビエト連邦の崩壊後は、独立ベラルーシ共和国に属することになった。ありがとうございます。